現在のストリートボード現在のストリートボード級タイプのスネークボード級タイプのスネークボードストリートボードまたはスネークボードとは3枚の板を直列に組み合わせたものに車輪がついたスケートボードの新種外観はスケートボードに似ているが一般のスケートボードとは下記の点が異なる三枚の板がヒンジにより稼働するため一枚板である一般のスケートボードより 挙動は複雑となる。バインディングを使用して足をボードに固定することが可能で、ストリートボードは1989年の発明当初スネークボードと命名されたが、1998年にスナックボード USA 社がスネークボードという故障を独占し、参入する他社の製品をスネークボードと呼ぶことを禁じた。これにより故障変更を余儀なくされた各社は、 ストリートボードという故障を考案した。よって、スネークボードと、ストリートボードという故障を使い分ける場合、スナックボード、USA 社の製品を、スネークボードと呼び、他社の製品を、ストリートボードと呼ぶことが正しい。しかしながら、近年においては、ストリートボードという故障が主流であり、注射なく、スネークボードといった場合、旧型のスネークボードを指す場合が多い。 ちなみに、ストリートボードとは、ストリートでできるスノーボードの意。また、ストリートボード以外に提案された故障として、スウィンボード、ピベットボードなども上がった。なお近年、キャスターボードを、スネークボードと呼ぶものが参見されるが、前述の通りスネークボードとは、スナックボード、USA 社の製品、または、旧型のスネークボードを指すものであり、キャスターボードを、 スネークボードと呼ぶことは誤りである。1989年にヨハネスブルグ在住の3人の学生たちがスケートボード、サーフィング、スノーボード、スキーなどからインスパイアされスネークボードを発明しスケイテックスインターナショナルリミテッドを設立した。スナックボード USA 社が設立されスケイテックスインターナショナルリミテッドよりスネークボードのライセンスを購入し スネークボードの製造と販売を開始した。間もなく、スネークボードはスポーツとして認知された。1990年、PMS 社がスケーテックスインターナショナルリミテッドよりライセンスを購入し、スネークボード界に参入。PMS 社はサイドウィンダーをリリースし、ヨーロッパで5万点以上を販売するヒットとなった。1994年、イギリスのガーンジーにて、 初めての世界大会が行われた。以後、1998年を除き、世界大会は毎年行われている。1998年メガボルトスポーツ社がスネークボード関連の企業を買収。同時に、スナックボード、USA 社以外の関連企業はすべて一旦撤退した。メガボルトスポーツ社は3種類のスネークボードをリリース。したが、 おもちゃとして売り出されたスネークボードがヒットには至ることはなかった。スナックボード USA 社が故障としてのスナックボードを独占し参入する他社の製品をスナックボードと呼ぶことを禁じた。これによりスナックボードという故障を使用できなくなったライダーたちがストリットボードと故障を改めアンダーソンストリットボーズ USA 社を設立した。 さらにアンダーソンストリットボーズ、USA 社は、スネークボードの設計を大幅に改良し、スケートボードに近いデザインに改めた。アンダーソンストリットボーズ、USA 社製、ストリートボード2001年フリップスイデュース社が、設立され、ストリートボード界に参入。新製品とアパレルの販売を始めた。2002年ディメンションストリートボーズ社が設立され、 ストリートボード会に参入した。2004年ハイランドストリートボード社が設立され、ストリートボード会に参入した。ディメンションストリートボード社が日本の企業と契約し、日米間の販売ルートが確立された。2006年スナックボルデュース社が旧タイプのボードの販売を終了した。2007年、日本でジェイスが設立された。2011年、 1> 第1回全日本ストリートボード選手権大会が東京都足立区で行われた。2012年第2回全日本ストリートボード選手権大会が東京都足立区で行われた。2013年第3回全日本ストリートボード選手権大会が東京都江東区で行われた。2014年第4回全日本ストリートボード選手権大会が東京都板橋区で行われた。 2015年第5回全日本ストリートボード選手権大会が東京都板橋区で行われた。滑走中にジャンプなどの動きを織り交ぜることをトリックという。ストリートボードのトリックはスケートボードやスノーボードからインスパイアされていることからスケートボードやスノーボードに近いあるいは同じトリックが少なくない。マニュアル前輪を浮かせ後輪のみで走行する。または 後輪を浮かせ、前輪のみで走行する。オーリーバインディングで足をストリートボードに固定し、走行しながらジャンプする。180オーリーしながら180度回転する。360オーリーしながら360度回転する。グラインドオーリー後、段差や、手すり等の上に乗り、車輪を使わずにトラックの部分で滑走する。グラインドスライドオーリー後、段差や、 手すり等の上に乗り、車輪を使わずに、ボードの部分で滑走する。パワースライドドリフト走行のように、ボードごと横滑りする。フィーバーポーズ滑走中に片手を斜めに上げ、人差し指を立てる。フラット障害物のない平地で繰り出すトリックの難易度や、オーリーの高度を競う。ランプ、ランプと呼ばれる、U 字型の建造物を往復しながら滑走し、 繰り出すトリックの難易度やジャンプの高度を競う。レール水平に設置したレールで、グラインドやスライドを行い、その距離と難易度を競う。スラローム均等に設置されたパイロンを交互に避けながら、滑走し、その正確さとスピードを競う。ダウンヒル坂道を降りながら繰り出すトリックの難易度や、滑走スピードを競う。ストリートボードに使用される用語は、スケートボードやスノーボードと、 共通するものが多い。ここでは、スケートボードやスノーボードで用いられることのない、ストリートボード独特の用語のみを解説する。スタンス2つのピボットの間の長さを呼ぶ。50センチメートルから56センチメートルが主流。センターバー2枚のフットプレートをつなぐパーツ。トラックウィールをフットプレートに固定するための金属パーツ。バインディングスノーボードのように足を、 ストリートボードに固定するもの。ピボットセンターバーとフットプレートをつなぐベアリング。フットプレートストリートボードのパーツのうち、足を乗せる箇所。 h t t p w w w s n a k e b o a r d e r c o m s l a s h t h t m l h t t p w w w s t r e t b o t i n g j p j s o h t t p s m f a c e b o o k c o m s l a s h t r y b e s h t t p s stretboarding.jp e ありがとうございます。